嬉しいね。今日ナイトクルー、ナイクルーよろしく。うん、ティガーよろしく。え、ドームステイ初めて？この間クルクルのとこにいなかったっけ？前回の。ルート。名前で応募してくれたの嬉しい。やったね。記憶にございません。記憶から抹消してるな。トメシシしました。そうそうそう、平日もし、あとホーム入力もよろしくです。お忘れずに。うん、そうですね、置いてかれますのでね、お気をつけくださいね。た気がするんだけど。やってたし、私も。こんにちは。さあ、なにがえ、なにがえ、泣き声。うふがえ、泣き声、君の声。風船ありがとう。カープや。はい、どうぞ。しゃがり声、ダミ声、あいぎ声、うふ声、泣き声、笑い声、あみの声、鼻声、おしゃま声、叫び声、かすれた君の声。ちゃんと歌があるっぽいな、このその部分しか知らないけど。え、なんかよくさ、切り抜きみたいな、わかんないけど、うん、謎にアカウントあったけど問い合わせて一日過ぎ記憶にはないんだね。なるほどね。うん、今日の髪型まだ決めてないよ。ナイクルでしょ。衣装がね、何なのか、それとも衣装なのか衣装じゃないのか分かんない。多分衣装だと思うけど、それの衣装にもよるよね。お衣装は何なんでしょうか。うん、わからない。なよいね、心配だわ。うん、さすがにハロウィンコスすることはないだろうけどね。それはそう、マジ11月ですって。なんか誕生日の月ですしね。どちらかというとクリスマスですね、私は。お姉さん感が出る、ちょっとしたローポニー、ちょっと元気感が出てお団子にすると活発なお姉さん、高めポニーにこう言ってするとちょっと中学生らしくなるんじゃないでしょうか。これなんかすごい中学生っぽくない？うん、
人ぐらい海に落ちても分からない。やめて怖いこと言わないで、落ちたらもう死んじゃいます。うん、美しい、嬉しいね。ねえ、もう早いよ終わるのが。友達と遊びたい。結構ね好きなんですよね、友達と遊ぶの、昔から。本当だ、私の生誕祭が決まりましたね。びっくり。嬉しい、ありがとうございます。ぜひお祝いしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。やったね、年内でした、嬉しい。しかもなるべく早めで。中身ツインはやらないよ。おう、うん、今知りました。わーい、確かにフライデーだね、花金ですね。確かに。金曜日は辛いね。フライデーは辛いでか。ちょっと滑った滑った気がする、滑った。でもなんか申し込むだけ申し込んでほしいかもです。来れるか来れないか分かんなくても。滑ってるよ。来てほしい生誕祭。おはよう。月月火水木金金やばいやばいやばい、言うて言うてうん、来てください。ザクロ、ザクロね食べたことないかも。食べたことあるのかな、あるのかもしれないけど、なんかあるね、あるけど、好きかどうかっていう記憶はあんまないかも。生誕祭来てほしい、たくさんの方にお祝いしていただきたい。6体だから後輩と同期とやることになりました。手紙はね誰からなんだろうね、先輩がいいな。もうなんか卒業の時に同期と家族から、その卒業の時の生誕祭と卒業の時の公演とかコンサートがいいな、その時に同期とちょっと家族からまあたくさんお手紙をいただこうかな。最初やっぱ家族なのかな。でもあれよね、
サッチーの生誕祭アズミンからだったけん、先輩からだったけん、うん、いけるんじゃん。ファンマーク虹かな、虹ですね。うん、ああなるほどね、ファンの人からのね手紙。うん、うん、なんか勝手にそういう風習になってるけどみたいな。マネージャーさんから、へえ、先輩からなら一期生さんとか葵さんとかあかりんさんとか千穂さんとか、まあ、なんかちょっとおこがましいんですけどね。12歳から配信してますね。11歳、うん、ドラフト3期生さんもすごく嬉しいですよ。そら、狭間舞宮さんでも、確かにマイカのリーダーですし、サラハさん、うん、いろいろとね、うん、一番の仲良しの先輩誰なんでしょうね。もう私が思ってる一番仲のいいんじゃないかって思ってる先輩って難しいですよね。決められないは決められないです。確かに一期生さんだとあかりんさんと葵さん、まひなさんかな。一番って難しい。一期生さんだと、多すぎってりこっちさん、やんさん、かりんさん、パーシェさん、サラピさん、C といえば、あとまあ姉さん、姉さんずもそうですね。あのアイコイさんとゆきりかさん、姉さん姉さん、アイコ姉さんと姉さん、うん。あ、あかりん、あかりんさんじゃない、かりんさんはあれです、あのさやかりんさんです。ラテ姉さん、ね、いやラテ姉さんとは呼ばないですね。なんか、うん、いつも美味しそうなラテだなって、なんかのぴょんさんみたいなことを言われてるけど、なんだろう、普通にラテが美味しそうだから、しかもあかりんさんも可愛いし、載せてる写真が綺麗だったり可愛かったり、なんかちょっと面白かったりっていうので好きなんですよね。うん、そうそうそう、あかりんさんかな。個人のインスタ作ってれます。でもちょっとね、すいません確かに全員ですね、ネイサンズうーん、確かにそれはそう、うん、かりんさん、最近かりんかりんさんって呼んでたり、佐古さんもそうだね。佐古さんも仲いいですね。うん、結構仲いい人多いな。なんか、ほぼ全員ですね。それで言うと。急にどうしたそれな。どうもご意見ありがとう。うん。
さやかりんさんはかりんさんって読みます。ひみたんさんもね、さあこしゃんって感じですよね。さあこしゃんも仲いいですね。マイキューさんもね、もともと仲良くなりたいですね。そらはさんももちろんマイカのリーダーズですし、仲がいいんじゃないでしょうか。なんかまあアズミンとねくるくるがねちょっとね立ちはだかってるので、それ以上仲良くしたらどうなっちゃうんだろうって感じ。うん、そうかりんさん。そう、明日のミストすごそうだから、ね、千穂さんとかも結構仲いいからなあ。そうなるとさ、結構さもう候補いっぱいいすぎてさ、誰にすればいいか分かんないよね、みんなもね。まあそこら辺はお任せします。皆さんが思うのと仲いい方か、なんだろう、誰でも嬉しいです私は、結局。うん、お手紙だけやばすぎ。うん、おおどうしちゃう。うん、メンバーが嬉しいな。うん、絶対しようよ。ねえひどい、私え、ごめんね、ごめんだけど、私の何でもいいよとか、本当に大丈夫だよっていう時はマジでの何でもいい時があるので、全然。うん、うん、千穂さんがのっぴのメイクしたいって言ってた。え、どういうことどういうこと、のっぴがしてるメイク、それとも千穂さんがのっぴにメイクしてくれるの。え、どっち。嬉しい、それは。クラスの子、どうやってクラスの子に手紙が回るの。どうやったらクラスの子に手紙をお依頼できるの。うん、うん、ああ原ゆねさんとかね、確かに大村あんちゃんとか、うんうんうん、あ、抑えろ、いってらっしゃい。近所の子供からやばすぎ。うん。どういうこと、熱々な手紙って。いやいやいや、ごめんだけど、そんなね、厄介男子くんにならなくなりましたよ。最初の頃はそうだったけど。この友達は YouTube かな。授業中に回してもらって。なるほど。うん、あいつとマジ誰や。好きでいてくれることは嬉しいですね、皆さんみたい。うん、自分のクラスにオタク同盟みたいなのができてます。なんかオタク同盟なのか分かんないけど、オタクなんかファンみたいな数人、すごい、めちゃめちゃ、はい、行ったら
んて言ったらなんだろう、なんかまああだ名がつけられたわけですよ。なんかノーピってあるじゃないですか、ノーピって呼ぶ子もいるし、許可を取ってきてなんかノーチって呼んでいいみたいな、あいいよ、ピって呼んでもいい、あいいよ、なんかそうノーチなんかそう、いや本当にねめっちゃちゃんとねノアチって呼んでくるんですよ。うん、確かに実質スペインでそれはそうお嬢はねないんですね、ピピピとかもありますよ。うん、なんかそういうねファンみたいな方々はいますねファピプみたいなノアペうん、ノアって呼ぶ人、ああの女の子はノアピかノアか、うん、ノアちゃんですね。愛されてます本当にそう信じてる私は嬉しい、ピピちゃんって出て嬉しいですね。ちょっとそろそろね終わりたいと思います。ノア様、ノア様はね一時期いたよ一時期いたよ、あの1年生の頃だったからにいたよ。キュ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 なっちゃう。ノア様はやばいよね、なんか一時期お疲れ様ですって言ってくる人はタクラスになりました。はい、2年生からタクラスです。そんな感じでね結構ねタクラスの子からノアって初対面でノアって呼ばれた時はびっくりしました。えってうん、様呼びしたいオーラはあれ何よ嘘、嬉しいひざまずきなとか言って、いや言わない言わないもうそれは情報すぎる。うん、あれたちのノアピを名前呼びしては許せ、なんでやウケるな。うん、びっくりした。やばすぎ、ご褒美で。ああ、なんかね、ハッチさんそれはそうなんかグリグリの人だとか言われるから最近はねちょっとねブンブンって感じやばい、なんかちょっとキモいかもこうやって自分でブンブンってやって、ね、気持ち悪い気持ち悪い、夢夢夢。では終わりたいと思います。シピンさんありがとうございます。シピンシピン、セイチョありがとうございます。エベアイユニさんありがとう。テディスアリさんありがとうございます。ナイズユスキさんありがとう。シュコさんポポーありがとう。セブンイズオホコテさんありがとうございます。ツキバガさんありがとう。イヤシケさんありがとうございます。ファジタイファイヤさんありがとう。セイズアラベさんありがとうございます。セカンドイズピピピトマトありがとう。フェストイズナカちゃんおめでとうございます。そしてありがとうございます、ありがとう。ということで本日も皆さん配信ありがとうございました。楽しかったです。またね、今日はナイクルよろしくお願いします。バイバーイ、クルージング楽しんでいきましょう。みんな来るのかな、お待ちしております。バイバーイ、またね、ありがとうございました。イエーイ、バイバーイ。